IQ246 第2話あらすじ。若者を中心に流行中の漫画キルリストを真似した連続自殺事件が発生する。キルリストとは法では裁けない悪人の名前をそのリストに書くと悪魔が悪人を自殺に追い込むといった内容だ。実際過去に悪事をしたとおぼしき人たちが裁きを受けており、殺しのリストが実在するのではないかとネットやワイドショーで話題になっていた。その噂を知った写楽は、悪魔が自殺に追いやったわけではない、れっきとした殺人だと言い放つ。ちょうどその頃、都内で起きた3件のキルリスト事件の被害者は過去に子供を虐待させた容疑者という共通点が浮上する。警察は被害状況から自殺だと判断するが、3人の死に興味を抱いた写楽はデカの倉庫が引き止めるのも聞かず、執事の牽制とともに捜査に足を踏み入れる。独自にキルリスト事件を追い始めた写楽は、死んだ3人の共通点からある人物へとたどり着く。その人物は塾講師の前川浩平。塾生から前川っちとニックネームをつけられるほど気さくな人柄の前川だが、実は10年前に意外な過去があり、